手話通訳を、この市は市から一歩出た瞬間聴覚障害者は使えなくなるという取り扱いをしているわけですね。市外の使用は認めないという扱いをしている。全日本ろうあ連盟、何年もこんな不当なことあっていいのかといって戦っていますけれども、もう全く市は言うことを聞かないという状況があります。これに対して我々自立支援法訴訟弁護団の有志も中心になって、来年の2月末を目指して新たな一つの違憲訴訟、自立支援法違憲訴訟とも言うべき訴訟の提起ということで、準備を進めております。これはどうしてこういうことが起きるかというと、やはり自立支援法というものは、やはり人権というものの発想がないからなわけですね。それは自治体が障害者の支援の施策をどうするかというのはもう自由に決められるんであって、障害者がとやかく言うなと、どの範囲まで支援をするかというのはもう行政が決めればいいんだと、そういうシステムになっているということが原因なんですね。レジュメの10ページいきます。これも割と最近の原発避難に伴う給料増加申請却下事件というのがあります。これもですね、障害と人権ネットに相談のある事件なんですけれども、原発のある福島の第二原発から、第一第二原発から40キロ圏内ぐらいのところ、いわゆる30キロよりは離れているというところに暮らす自立生活を送っている脳性麻痺の鈴木直美さんという女性が、もう本当に2週間ぐらい震災直後、どうしたって混乱状態の中で、自宅から離れて支援者とともに転々として、さまざまな介護時間がどうしても増えますよね。環境が変わると、着替えとか食事もどうしても今まで以上に時間がかかったということで、ほんのわずか介護のですね、もう金額でいうと6万円程度、この部分をほんの 2,3 週間部分だけでもいいから、増加したいということで行政に対して申請したところ、そのような自主避難は自己責任だから認めないよということで、却下されて、審査請求で今県の判断待ちということで、かなりの可能性でこれも裁判になっていくだろうということがあります。次に和歌山 ALS 24時間介護仮の義務付け申し立て却下事件というのがあります。これは9月26日和歌山で、暮らしていらっしゃるご高齢の ALS の方がいらっしゃいまして、これはですね、9月に1日 20時間和歌山市内は仮の義務付けと言って、まあ仮処分みたいな形で1日20時間は最低でも介護の時間を認めなさいということを命令を出したんですね。ところが11月21日大阪高裁はそれを取り消しました。そこで高裁は何て言っているか、支給料の決定が市町村の裁量に委ねられ、支給決定する市町村によって支給料に差が生じ得ることを前提としているものと返される。すなわち自立支援法は支給料の市町村格差を当然の前提としており、障害者市民は支給時間についてとやかく言うなということになります。不当な判断でありますから最高裁で破棄されるべきでありますが、障害者自立支援法がこのように司法に言わしめる法律であるということは厳然たる事実です。ある意味平均的な司法から見たら自立支援法ってそうじゃないのと、自治体が勝手に支給時間とかどうやって支援するかっていうのは決めればいいんだから、とやかく障害者が言うような話じゃないでしょうというのが自立支援法なんですね。具体的なさまざまな事件から自立支援法の本質というのはよくわかると思うんですね。ページ目11ページで言いますと、自立支援法をめぐる理不尽な現実により再認識させることというのは、やはり自立支援法が続く限り障害者の生存権は保障されない、障害者に幸せがやってこないということになると思います。さあそこで骨格提言はどうなんだということを確認したい。この法が目指す6つのポイントというのが、まあ後ほどのパネルで
ちょっと聞いてください。やるからいい。だってやりたくないよ。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 京タワー展望台です。お疲れ様です。
もう見えないもんか。あの